はいそれでは四角四金利スワップに入っていきたいと思いますえこの金利スワップのスワップというのは交換という意味になりますえですからまずこのテキストの例この後説明をしていきますがその前にですねもうちょっと身近な例でこのスワップ交換というのはどういうものなのかちょっとお話をさせていただきたいと思いますえどうでしょう皆さん例えばお正月デパートとかで福袋これ購入したことないですかね福袋 例えば1万円の福袋を買うと1万円以上のもの例えば2万円相当だったり3万円相当だったりこうしたものが入っているということですけれどもただ中身見えませんので最近見えるものもありますけれども中身わからないというのが通常ですので自分にとっってはあんまり必要なかったらこうしたものが入っているこういういケースありますよねここでですね私と遠山さん仮に一緒にデパートに福袋を お正月にに買いい行ったと考えてくださいそしてそれぞれ1個ずつ同じ例えばじゃあ1万円なら1万円の福袋これを買ったとしましょうそして中身を開けてみたんですねで両方とも洋服が入っていたとしますただ私が買った福袋これちょっとですね自分にはサイズが合わなくてきつすぎるんですね。で逆に遠山さん 富山さん福袋を開けたら遠山さんスリムですからちょっとこれは逆に緩すぎるなちょっとブカブカだなこうした洋服が入っていたとしましょうそうすると皆さんだったらどう考えるでしょうかこれ交換したらいいんじゃないのこういうふうに考えますよね。私は富山さんににとっっってきつかかたた服これがちょうどよかったりします逆に 私にととっってはちょっときつすぎるこうしたものも富山さんスリムですからしっかりこうちゃんとぴったり合うこのような形でそれぞれ自分にとっては満足できなかったですけれども交換することによって満足するものが得られるこうしたケースありますよね。まさにこれと同じケースが金利スワップとということになりますそれを踏まえてこちらのホワイトボードの例、まあ、テキストと同じような形で書かせていただいておりますが。 こちらの例で考えていきましょうそれぞれ A 社さんと B 社さんは元本が100億円でそれぞれの借り入れ先からお金を借りているとします。で A 社さんは借り入れ先の CC、まあ、銀行ですかねこちらから変動金利でお金を借りています。一方 B 社さんは D 銀行さんから固定金利こちらでお金を借りています。 で固定金利が5%そして変動金利は変動しますけれども現在4%だとしますでここで A 社さんと B 社さんはこのように考えているとしますそれがこちらですね A 社さんは変動金利で今借りていますが固定金利に変更したいなこういうふうに考えているとします B 社さんは反対に今固定金利で借りてるんですけれども変動金利に変更したいな こういうふうに考えているとしますどうでしょうもう皆さんお分かりですよねさっきの福袋の例と同じですこれそれぞれ交換すればそれぞれが望んだ結果になりますよねつまり B 社さんは固定金利で借りているんですけれども変動金利に変更したいということはこの変動金利4%これを B 社さんが支払って そして反対にこの固定金利の5%を A 社さんが支払うつまりここの時点で交換をすればいいわけですね変動金利と固定金利を交換すれば B 社さんがこの A 社さんを通って C 社さんに結局払った同様に A 社さんが固定金利を D 銀行に支払ったここのののよよううなな形になりますのでこのように 交換するという契約を結びましょうというのが金利スワップということになりますどうでしょうイメージつかめましたでしょうかそしてですねここではこういうふうに今考えてますよというお話をしましたということは固定金利については5%固定ですからあの5%で変わらないわけですが変動金利は4%と今はなっておりますが変動するということになりますこれについてそれぞれ どういうふういいふに予想しているのかというと A 社さんは今4%なんですが固定金利に変更したいわけですよね。固定金利に変更したいということは変動金利今は4%でいいけれどもこれはもうちょっと上がるのではないかというふうに予想している5%よりも上がってしまうと5億円6億円7億円とどんどん支払う。 利息が増えてしまいまいすこういうふうに上がるるととと予想しているということになります一方 B 社さんは現在固定金利5%ですけれども変動金利これ今4億円ですよね4%ですから利息は4億円分そして5%よりは上がらないんじゃないかなこういうふうに予想している、まあ、下がるというかまあそこまで上がらないという感じですかね下がると予想しているということになります でこれ A 社さんと B 社さんどっちが正しいでしょうかというとどっちが正しいといとうことはないわけですよねこの変動金利というのはどうなるか上がるか下がるかというのは実際未来になってみないとわからないわけですからどちらになるのかわからないですけれどもただそれぞれがこういうふうに予想している変更したいというふうに思っているわけですからスワップするとそれぞれが満足した結果になりますよねということになります。 えそしてえそうです、ね、金利スワップのイメージ図えテキストの方にもこの図と同じのが書いてありましてああと8になったケース書いてありますね仮に8%になったらどうでしょうここ8%になりますと8億円になりますねで8億円になった時 A 社さんはあやっぱり交換しといてよかったなこういうふうに思うわけですよね8%になると8億円支払わなければいけないにもかかわらず 固定金利と交換しておりますので5億円で済んだということになりますこのような形でえどっちが得になるか損になるのかというのはまあその時のこの変動金利によって変わってくるということになりますただメリットとしましてはこれリスクについて学習してますよね変動金利というのはそもそも変動する不確実性が高いというのがそもそもリスクですよねこれを 固定金利と交換することによってこの5%つまり今回で言えば5億円分というふうに固定できたわけです。これによってリスクをヘッジすることができるというのがメリットだというのがテキストの方にも書いてあるかと思います。スワップのポイントととといいいうところに書いてあると思いますで実際にはこの金利変動したことによってその金利の変動ですねこれによって有利と不利は変わってきますよ。4%だったら 交換した方が B 社さん得ですけれども8%になってしまいますと今度は A 社さんの方が得ですから上がると予想している場合は上がると予想している会社さんは上がれば得になる逆に下がると予想している会社は下がれば得になる逆に言えば逆のパターンですと不利になるとこうした形になるというのが金利スップの概要になりますよろししいでしょうかあとはですね 元本については交換しないよということも覚えていただければと思います。つまり、100億円の元本というのは交換せずに、この金利の部分だけを交換している。こういうふうに考えていただければと思います。続いて四角5ですね。ポートフォリオというふうになっております。このポートフォリオ、先ほどポートフォリオ、それから インンンシュアリンググそしてヘッチングこちら学習してきましたが、まあ、ポートフォリオほとんど分散化と同じようなな意味になりますえつまり先ほど1つの卵に卵を持ってしまうとこれを落とすと全て割れてしまう、まあ、ですから分散して投資をすればつまり籠いっぱいにして1つずつ卵を乗せていけばとカゴを落としたとしても、まあ、1つ一部しか割れないですよね。 リスクが軽減されますよねというのがポートフォリオでえたつまりポートフォリオというのは投投資資案のの組み合わせ分散投資のことを言いますで目的としては今の卵の例のようにリスクの低減リスクを小さくするというのが目的ということになりますではこのリスクを低減するという目的のためにはどういうふうにこの分散投資をしていけばいいか。 つまり投資案の組み合わわせって現実にには無限にあるわけですよねその無限の組み合わせの中からどうしたら一番この目的であるリスクの低減これが達成できるかこれをここから考えていくということになりますただですね無限にある投資案について考えていくと非常に難しいモデルになりますのでまずは簡単なモデルで2つの投資案に分散投資をする。 こうしたケースで考えていきたいと思います。これがテキストのポートフォリオの概念というところの丸一から丸三まで三つのケース今書いてあります。ちょっとこの表題だけ今読みますね。まず丸一が証券 A と証券 B が全く同じ変性質の変動をする場合。で丸二が証券 A と証券 B が正反対の性質の変動をする場合。 そして ③ が証券 A と証券 B が全く関係ない関連がない動きをする場合無関連な変動をする場合まあ全く関係ない動きをする場合ですねこの三つのパターンがあるとしますこの中で一番リスクを低減させられるのはどういったケースでしょうかちょっとまずこれを考えていただきたいんですねどうでしょうか全く同じ動きをする場合全く正反対な動きをする場合 全く関係がない無関連な動きをすればいい先に結論を言いますと全く正反対な動きをするときに一番リスクを低減させることができるというのが結論になりますえこれ一つ一つまず見ていきたいんですがまずは全く同じ動きを2つの例えば投資案件株式がするとしましょうまあ、仮に株式なら株式ですねで全く同じ動きをする証券 A と証券 B というものに分散投資をしてもですね全く同じ動きをするんだったらこれ分散する意味ないですよね全く同じ証券を投資しているのと同じことになりますねですから同じ動きをする場合は分散投資をしても意味がないつまりリスクを低減する効果はないということになりますまずよろしいでしょうかで、全く正反対な動きをする場合全く正反対な動きをするということは 片片方方がががが値値上りりををすすれば片方が値下がりをする反対も言えますねもう片方,片方が値下がりをすればもう片方が値上がりをする。ということですからこれちょうどリスクを低減させることができる逆の動きをしますので片方がプラスになれば片方がマイナスになる片方がマイナスになれば片方がプラスになりますのでちょうどリスク不確実性を減らすことができるということになります。で全く 無関,連関係ない動きをする場合はちょうどこれの中間になるこういうふうに考えていただければと思いますここまでをグラフでも書いてあるのがテキストの方にはグラフでも書いてあると思います説明としては今と同じですね全く同じ動きをすれば上がる時は両方上がりますが下がる時は両方下がりますのでこれ結局リスクを低減する効果はないそして全く反対の動きをする場合はちょうどこう。 こうですかねこのような形でリスクを低減するることができるでまた関係がない場合というのはそのちょうど中間になるというのがグラフでも書かれているかと思います。そしてですねこれからなんですけれどもやはり数値で考えていった方が分かりやすいのでこの関係どれぐらい関係があるかというのを相関という形で相関係数という数値で表していきます。 でこの相関係数についてがこちらの内容になります。で相関係数通常はこちら「ロー」と読みますが「ロー」という記号で表します。でこの「ロー」という記号がマイナス1から1までの値を取ります。で0よりも大きい時これを「正の相関」というふうに言います。で逆に ゼロよりも小さい時を負の相関というふうに言います。で正の相関というのはまあ似てますよ、同じような動きをしますよということです。で、絶対値が大きければ大きいほどこの相関が強いということになりますので、最大値これ一になります。最大値の一というのはまあ完全な正の相関というふうに言ったりもするんですが、先ほどのケースのように全く同じ動きをする。こうした時を え、完全な正の相関というふうに言います。で、全く逆に反対の動きをする場合を。え、完全な負の相関というふうに言ったりします。まあ、ですから。え、マイナスになると負の相関なんですが。マイナスの値が大きくなれば大きくなるほど。まあ、全く正反対の動きをするようになる。そして、ちょうどゼロの時は。全く関係がない。無相関と言います。まあ、関連性のない動きをするということになります。そうすると、数値で表すと。 え、先ほど全く正反対の動きをするときが一番リスクが低減されるということでしたから負の相関が強くなれば強くなるほどつまりマイナス1に近づけば近づくほどリスクの低減効果が高いということになりますよろしいでしょうかですから試験対策上はまひっかけで例えばリスクが一番低減されるのは相関係数がゼロのときであるとか 絶対値がが小小さささけれればばいほど例えばリスクが低減実まあこうしたふうに聞かれることはありますがこれすべて×ですよね。リスクが一番低減されるのはマイナスの値が大きくなればなるほど負の相関が強くなれば強くなるほどリスクの低減効果があるというのが正しい内容になります。よろしいでしょうか。今はつつつののの投投資資案案にいて 関連性がどれぐらいあるかつまり相関が強いかどうかについて見ていきましたが今度は2つの投資案があったとしますで、2つの投資案例えば半々に投資するケースもあれば1対3とか8対2とかいろいろな比率がありますよねで、どういう比率にするとリスクが低減されるのかこれを今度は見ていきたいと思いますこちらにつきましてはまたホワイトボードを切り替えて進めていきたいと思います 映される方は映してください。はい、それではカッコ三になります。今度は期待値と標準偏差の関係になります。先ほど相関係数について見ていきました。つまり二つの投資案があって、その二つの投資案がどのような関係にあるか。 つまり同じような動きをするのか全く正反対の動きをするのかそうしたことによってリスクの軽減度合いいが変わってくるというお話をしましまたでは今度は2つの投資案は決めたとしますただその2つの投資案の投資のバランスこれによってもリスクやリターンというのは変わってくるのではないかこうした考え方になります。つまり A と B という投資案があったときに半々で投資するケース。 あるいは A をちょっと多めにして 80%20% にするケース逆に A を少なめにして 30%70% にするケースこれによってリターンとリスクの値変わってきますそう考えていきますとちょうど一番リスクを低減させるようなそういうバランスってあるんじゃないかなこういう考え方がこの後の内容ここの内容ということになりますでテキストではグラフ こちらが書かれてておりまして例示されているんですが数値があった方が分かりやすいかなと思いましたのでこちらの方数値を仮に与えさせていただきました A という投資案と B という投資案があったとしますでそれぞれの期待値と標準偏差がこちらの値だったとしましょうその時に A の方はハイリスクハイリターンそして B の方はローリスクローリターンになる ということになりますこれどういうことかと言いますとリターンというのは期待値ですよね期待値は A と B を見ますと A の方が15%で大きいので A の方がまずハイリターンだということがわかりますそして標準偏差これリスクですよねリスクの方も10%と6%ですから10%である A の方がリスクも大きい つまり A の方はハイリスクであってハイリターンハイリスクハイリターンになるということになりますまずはここまでよろしいでしょうかそして保有比率をこちらに書かせていたただきました仮に A が0%の時は残り全部 B ということですから B が100%ということになりますまあこの場合ポートフォリオというかどうか微妙ですけれども全て B を持っているという状態ですねそして A の保有比率を 増増ややせば増やすほど当然、B、の保有比率が減っていく、まあ、このどちらかにしか投資しないと考えますと A が10%になれば B が 90%A が20%になれば B が80%そして少しずつこう増やしていって A が例えば90%の時は B が残りの 10%A が100%になれば B は全くなくなってしまう、まあ、これもポートフォリオというかどうか微妙ですけれどもこのような形で保有比率のバランスを変えていった時。 リリターンとリスクがどのようになるかこれをグラフで見ていきましょうというのがこちらですねこちらのグラフということになりますでこのグラフのまず考え方なんですがまず一番わかりやすいのがこちらとこちらですね保有比率が100%の時をまず考えていきましょうまずではここにしましょうか A が100%で B が0%この時の期待値と 標準偏差いくつになるかというと当然この値になるということになります。A100% ですから A の期待値と標準偏差そのままの値つまりここですね期待値が15%で標準偏差が10%というふうになります。同様にこちらも分かりやすいですね B が100%ですからそのまま B の期待値と標準偏差の値。 つまり期待値が8%で標準偏差が6%になるとどうでしょうここまでよろしいでしょうかそしてまず期待値の方を見ていきましょう期待値保有比率を変えていくとどうなるかというと A を増やせば増やすほど期待値は15%に近づくはずですで B を増やせば増やすほど期待値は8%に近づくはずですですから A と B それぞれの保有比率これによって A が増やせば15%に近づきます B を増やせば8%に近づきますで A をまあ多めに持つと15%に近づくで B を多めに持つと8%に近づくのでまあその間の値を取るはずですよねというのがまず期待値の考え方そして標準偏差の方も見ていきましょう標準偏差これも同じように A を増やせば増やすほど10%に近づき B を増やせば増やすほど6%に近づくと一見そんな感じがしますが実はそうではないんですね。先ほど相関係数学習しましたよね。このの相関係数の値によっってて変わってくるということになります。相関係数 マイナスからでしたマイナス1の時には大きくこうリスクを軽減させる最大のリスクの低減効果があるということでしたですから場合によっては標準偏差をこの B の6%よりもさらに小さくすることができるというのがこのポートフォリオの効果 B だけで持っているよりは A の方が標準偏差リスクが高いはず高いはずなのに。 これと混ぜて持つことによって6%よりもさらにリスクを低減させる効果があるこれがポートフォリオのメリットといえます。それではローですね相関係数の値によってどのように変わっていくかというのをグラフで見ていきたいと思います。まずローの値が1の時1の時というのは完全な正の相関つまり全く同じ値動きをする時ですね。この場合は こうリスクを低減させる効果はないということですから、これは期待値と同じように A を増やせば10%に、B を増やせば6%に近づく、えこうした形になります。つまり全くこう直線になるわけですね。B を増やせば6%に近づき、A を増やせば10%に近づくということになります。でこれを基準としてですね、まあ覚え方としましては1から マイナスから1までの値を取るわけですねで1の時が直線あとはですねアーチェギーかなんかの弓これを想像してくださいで弓って直線ですよね最初はそして引っ張っていくようなイメージこれを引っ張っていくとだんだんこうしなっていくわけですねこのような形でマイナス1というふうに相関係数がなった時に一番こう弓がしなるんですね で弓がしなってまあこのちょうど0のところまでくっついてしまうこうした状態がちょうどママイイナナススですね相関係数が1になるケースだんだんこう弓がしなっていきますよこうしたイメージで覚えていただければと思いますですからマイナス1のところを見ていきますと曲線というふうに一応申しますが実際にはこれそれぞれが直線になった折り曲がった線になるんですけれども。 えだんだんこうリスクが減っていくわけですね。そしてえこの点では完全にリスクがなくなっています。えこのような形で保有比率ちょうどいいところでは全くリスクをなくすことができる、えこうした形になります。ただ実際にはま全く正反対マイナス一というふうなのはまあまり現実的ではないということですのでまマイナス一から一までの ある値を取るというケースが普通なんですが、まあ、その場合はこの赤と黒のちょうど中間ですねこの青いところを通常はまあ取るような形になりますただこれ見ても B と C 見ていただきますと C の方がリターンこれは高いにもかかわらずリスクが小さくなってますよね。こここれれ非常に嬉ししいですよねこうした効果ががあるこれがまあポートフォリオの良さだ といいううふうに考えていただければと思いますであとはですねテキストの文章のところの重要な言葉としてはまず有効フロンティアというものがありますでこの有効フロンティアのところまず文章の方からいきましょうか有効フロンティアなんですが一番最後のところに赤字で書いてあります曲線 AC のところこの部分を有効フロンティアと言いますよと書いてありますがこれどういうことなのか。 とというとそうそですねこちらの黒いペンでちょっと書いていきたいと思うんですが例えばここに仮にこうまっすぐ線を引いてみましょうそして青い線とこの今黒く引いた線の交点こことここに2つありますこの2つまあ仮に D と E としましょうかこの2つを見ていった時に 皆さんだったらどっち選ぶでしょうかこれ明らかに D の方がいいわけですよねなぜかというとリスクの方は同じですけれどもリターン見ていきますと E と D ではリターンは明らかに D の方が大きいリスクが同じでリターンが大きかったら当然これリターンで大きい方が絶対いいわけですよね ですから実はこの E というのは選ばれないんですねある保有比率になるはずですがこの保有比率は選ばれないということになります。つまり今こちらに保有比率全部書きせわせていただいたんですがこの中で選ばれないところ選ばれない保有比率があるということになります。これと同じように少し左にずらしても例えばこういうふうに多少左にずらします。それでもやっぱり この点とこの点見比べますと、上にあった方がいいわけですよね。このように見ていくと、B. C. 間は選ばれないんだな。ということがお分かりいただけるでしょうか。ですから、この A. C. のところしか選ばれないわけですね。で A. C. の中でどこを選ぶかというのは。まあ、どれぐらいリターンを、リスクを取っていくかによって。まあ、投資家の選考によって変わってくるわけですね。投資家の好みによって。 まあちょっとリスク取ってもリターン大きい方がいいなという考え方もあればいやいやもうちょっと安全に行きたいなこうした投資家の選考によって A から C の間のどこを取るかというのは変わってきますが D と E 比べればどちらにしても必ず D の方がいいはずです。D の方がリスクが同じでリターンは大きいわけですからこの E というか CB 間ですね BC 間は必ず選ばれませんので AC 間だけが選ばれる。 ですから AC 間だけが有効だということで有効フロンティアというふうに言うということになりますまたは効率的フロンティアこういうふうに言うケースもあります。でその後のところに書いてあると思いますがこの曲線 AC 上のポートフォリオを効率的ポートフォリオと呼ぶとあります。ですから先ほど申し上げましたようにこの中からどこを選ぶかどういう保有比率を選ぶかというのは投資家の好みによって変わってきますがどこを選ぶか。 というのはそれぞれそれぞれの方次第なのでまどこでも効率的ですよということで効率的ポートフォリオこういうふうに言うということになりますここまでよろしいでしょうかそれではこの後のところ少し難しいんですが先ほど出てきました相関係数ですねこれ具体的にどうやって計算して求めていくのかこちらについて扱っていきたいと思いますそれではホワイトボード切り替えていきたいと思います写される方は写してください はいそれではホワイトボード左側の方だけ書き換えましたので写される方は写していただければと思いますはいそれではホワイトボード右側の方また使っていきますので左側の方だけ書き換えさせていただきました相関係数先ほどマイナス1から1までの値取りますというお話をしましたが今回はでは具体的にどうやって計算して求めていくのかこちらの内容を扱っていくということになりますでまずですね 必ず覚えていただきたいのがこの赤で書いた部分ということになります公式から共分散がプラスのときは相関係数もプラスになり共分散がマイナスのときは必ず相関係数マイナスになりますよここだけまずしっかり覚えていただければと思いますこの公式のところちょうどテキストでは四角囲みで公式載っているかと思います そうすると相関係数というのは分母の方が x の標準偏差かける y の標準偏差そして分子の方が x と y の共分散となっているかと思いますで分母の標準偏差これは必ずプラスになるはずですよね先ほど分散そして標準偏差学習しましたで分散というのは二乗して求めていきますので必ずプラスになります プラスになったものをルートを取る正の平方根を取るのが標準偏差ですからこれも必ずプラスになるはずです。でプラス×プラスですからこれ分母のところ必ずプラスになります。で分母がプラスということは分子がプラスかマイナスかによって計算結果である相関係数もプラスかマイナスか決まる。ですから共分散プラスであれば分子がプラスであれば計算結果もプラスになる。 分子がマイナス共分散がマイナスであれば計算結果である相関係数もマイナスになるとえここだけまずしっかり覚えていただくと実は本試験の問題ほとんどこれだけで解くことができます具体的な数値というよりはこのプラスマイナスの関係これをしっかり覚えていただくことが重要になりますでこの後のところではまあ実際に相関係数求めていくんですがちょっとここの内容結構難しいんですよねまあ、ですから財務会計 お得得意で高得点を取りたいなこうした方だけここの内容を理解していただければちょっと財務会計苦手だな60点超えればいいかなという方はここのところ飛ばしていただいて次の内容からまたこの動画の方を聞いていただいてもよろしいかなと思います。それではこの後のところではですかねポートフォリオに関する例題というところこの例題の問題を用いて実際に相関係数を求めていきます。 でテキストでは式で書いてあるんですがこの式そして過去4の方ではまあ意味求め方共分散とはこういうもので相関係数ってこういうふうに求めますよと書いてあるんですが文章だけでやっっていくと結構難ししかったりします、まあ、ですから試験対策上やっぱり表を使ってですね機械的にシステマティックに求めていった方が分かりやすいと思いますのでこの表まず書いていただいて機械的に求めるこうした方法でやっていきたいと思います。 やってる内容としてはこの式にこのテキストに書いてあることと同じですけれども表を使って解いていきたいと思います。それでは一緒にやっていきましょう。ポートフォリオに関する例題とといいう5のところをご覧くださいまずこちらも表で状況そして確率それから資産 A と資産 B というものがあるんですがそれぞれ状況ごとに収益率こちらの数値が与えられています。 でこの時に最終的に相関係数がいくらになるかこれを求めるという問題となっておりましたでこのためにまずどうすべきかといいますと最初に求めるのは期待値の求め方これは先ほど学習してますよね期待値ですからそれぞれの収益率それに確率をかけて合計していけばいいわけですですから 1> 丸1のところに式書いてありますがまず資産 A の方の期待値については円高の時収益率10%で確率が0.4ですから 10%×0.4 そして円安の時が 5%×0.6 ですねこれを足しますと7%ということになります。資産 B の方も同様に計算していきますと 5%×0.4 それと 10%×0.6 というふうに収益率と確率をかけたものを合計するそれで期待値を求めますと C3B の方が8になりますこのようにまず期待値を求めたら偏差を求めていきます先ほど標準偏差を求めていった時の流れと同じですねで偏差についてこちらの表を使って書き込んでいきます でまあ、まず本当は確率書くべきなんですが確率についてはこちらの問題文の表と同じですので先に書かせていただきましたで A の偏差円高の時は収益率10%ですかね10%に期待値を引いていけばいいわけですね7%を引きますと3%になりますで同様に円安の時円安の時5%ですから 今度は5%から7%を引きますとマイナス2%になります同様に B の偏差についても同じように計算していきます B の方は収益率が5%ですね円高の時5%ですから5%から期待値の8%今度は8%ですねこれを引きますと マイナス三パーセントになります。で、こちら円安の時は十パーセントですから。え、十パーセントから八パーセントを引きますと2。え、二パーセントになります。どうでしょう。ここまでよろしいでしょうか。で、この後どうするかというと。この三つをかける。ということになります。確率と A. の偏差と B. の偏差、まあ、状況ごとにこの三つをかければいい。そうすると。 3 3これ計算しますとのののかけてまますすでパーセントの2乗になりますで同様に円安の方は 0.6×−2×2 ですからの2.4%の2乗とまあこのように一応書いておきましょうかえ確率とそれぞれの偏差をかければいい。 このような形で計算をしていきますで共分散どうなるかというとこれを足せばいいんですね。これを足しますとマイナスのの乗になるかと思いますこの2つを足すと共分散ですから共分散ナス6 0の2乗ということになります。よろしいでしょうか。でこれが出ましたら標準偏差それぞれの標準偏差をかけたもので割って頂ければいいということになります。 標準偏差先ほど学習しましたがここで標準偏差計算しますと6%の2乗という形になりました6%の2乗にルートを取るわけですね6%の2乗にルートを取りますので 6, 6ルート6というのは2をよくよくと覚えた方いらっしゃるかもしれませんが2.449ですかね2.449になりますですから A の方も B の方も 6パーセントの二乗のルートという形になりますので2.449という形になります。で2.449、まあルート6ですね。ルート6を結局二乗すると6に戻りますので分母の方6になります。ということは6分のマイナス6ですからマイナス1というのが相関係数になるという形になります。この式の流れについては。 テキストでも同じような形で載っておりますがこれを表で見ていくと機械的にできますのでこうした形でやっていただくとこの相関係数比較的まあちょっと難しい内容ではあるんですが比較的こう分かりやすく解けるのではないかなと思います。よろしいでしょうかで実はこれマイナス1になっていますが感のいい方これ表を見ただけで勘がいい方はマイナス1に相関係数になりそうだなと思った方もいらっしゃるかもしれません。 先ほど相関係数マイナス1になるのはちょうど正反対の動きをする時こうしてお話し,しましたよね。でこれ資産 A と資産 B 見ていただきますとちょうど円高と円安で全く正反対の数値になってます。ということは全く正反対の動きをしますのでまあちょうどこれ相関係数がマイナス1になっている。こういうふうに考えることもできますま。これたまたまそういう数値だったからということですのでちゃんと求める時はまあこうした形で式で求めていくということに なりますただプラスとマイナスこれをしっかり押さえていただければ結局反対の動きをする時は相関係数マイナスになるはずです。で同じような動きをする時は相関係数がプラスになるはずです。これを覚えておけば逆に相関係数がプラスなら共分散がプラス相関係数がマイナスだったら共分散がマイナス。こうしたことも言えるのでプラスマイナスの関係これだけでもしっかり押さえていただければと思います。えよろしいでしょうか それではここまでで相関係数について扱ってきましたのでこれに関する問題平成29年度の第19問こちらが載っているかと思いますこちらの問題ちょっと考えていただければと思いますこの問題まあ1分はかからないですかね30秒ぐらいで解けると思いますので読んでみて考えていただければと思いますいかがでしょうか 先ほどこう弓を引くよようなポーズでやりましたよねもともとマイナス1というのが一番リスクを低減できるんですけれどもロー相関係数が1の時からこう相関係数が小さくなるにつれて弓がしなっていく。ということはこの問題相関係数がマイナス1のものはどれですかということですから一番弓がしなっている状態ですよね。 一番弓がしなっている状態というのは丸四番ですから絵が答えだということになりますよろしいでしょうかえそして次のところですね四角六のシステマティックリスクとアンシステマティックリスクこちらのところちょっと文章短いのでここだけまずちょっと赤字の重要ポイントだけ読んでいきたいと思いますシステマティックリスクとは分散投資では低減できないリスクのことである とありましてま例えば市場市場そのものが持つリスクまマーケットリスクというふうに言うんですけれどもこうしたものが挙げられますよとありますつまりリーマンショックまこうしたものの時はこれどの株を持っていても分散投資をしていても結局全ての株式下がってしまいますよねこうしたリーマンショックみたいなもの市場そのものが持つリスクについてはこれは分散投資をしても低減できません こうした分散投資をしても低減できないリスクのことをシステマティックリスクと言いますですから反対にアンシステマティックリスクというのはこれも赤字で書いてありますが分散投資によって低減できるリスクのことをアンシステマティックリスクこういうふうに言うということになりますこれを踏まえた上でですね平成30年度の第16問ですかねこちらの問題もそうですね 1>, 1分分かかかから2分程度ででで解解いていいいいいててたたただだけければと思まますいかがしししょょううここからまた解説していきたいと思いますのでまだ解いてない方は動画を止めていただいてから解いていただいてからこの後のところを聞いていただければと思いますまず1番と2番という形でそれぞれどれになるどっちになるのかアンシステマティックリスクなのかシステマティックリスクなのかを考えるものです で縦軸がリスクで横軸が組み込み銘柄数になっておりますということはまず丸 ② を考えた方が分かりやすいですかね丸 ② は組み込み銘柄数がいくつであったとしても変わらないということですということは分散投資をしたとしても低減させることができないリスクですからこれはシステマティックリスクになるということになりますえつまり丸 ② の方がシステマティックリスクですので この時点でもう以下へのどっちかかだなここままでは分かりますであとはこのグラフこの形がどっちかなというのを考えていくことになるんですがこれはどうやって考えたらいいですかね例えば組込みみ込銘柄数を増やしていきます1個だけの時よりは2個の方が2つに分散投資をした方がリスクは低減できる。 で三つ四つと増やしていくにつれて、まあリスクを低減させできるますよね。でこれはどちらのグラフ、えー、左側とグラフと右のグラフどちらであっても確かにそうはなっているんですが、一個から二個、二個から三個にしたときと、五十個から五十一個、五十一個から五十二個にしたとき、どっちのがリスクを減らす効果大きそうでしょうか。一個から二個にすると、まあリスク結構減りそうだな。こういうイメージです。 するかもしれませんが、例えば五十個から五十一個とか、百個から百一個にしたところで、もうそこまで変わらないこんな感じしますよね。ですから最初のうち、最初のうちは大きくリスクを低減させる効果があるというふうに考えていきますと、これは絵の方が答えなんだなということがお分かりいただけるかと思います。まあつまり右の方のグラフですかね。 えちゃんと言うとまあ図 B の方ですかねえこちらになりますよというのが答えということになりますまですから絵が回答ということになりますえよろしいでしょうかえそして次が四角六ですかねえ安全資産をし導入したポートフォリオということでえこのグラフにちょっと追加するような形でまた説明をしていきますえそちらについてはまたポートホワイトボードを切り替えていきたいと思いますので写される方は写してください。 はいそれではホワイトボードの右側テキストに合わせて一部アルファベットを書き換えさせていただいてグラフもちょっと付け加えさせていただきましたこちらでは安全資産これも組み入れた場合に先ほどと有効フロンティアがどのように変わっていくのかこれを見ていくということになりますですからまずは先ほどの復習から進めていきましょう安全資産これを組み入れない場合の有効フロンティア こここれはこのグラフ上でどこになるか先ほど学習したのはこの DG ですよね。こうした曲線の中で有効フロンティアはどこになるか。と言いますと DG 間では D から E までというのはリスクが等しくリターンがそれよりも高いポートフォリオがありますから選ばれない。ですから EG というのが有効フロンティアになりますよ。 とといいうのを先ほど学習したかと思いますここまでではよよろしいですよねでここに安全資産というのを組み入れるとどうなるかということなんですが安全資産というのは何かといいますと安全ですからリスクがゼロそして一定の収益率これを持つ資産これを安全資産といいますイメージとしては国債をイメージしていただければと思いますでこれを100%危険資産を全く持たず 国債これを100%保有していたとしましょう安全資産を100%保有していた。とするとリスクは全くなくリターンが一定この値あるこの点 A の状態が安全資産を100%持っている状態そしてここと有効フロンティア上の例えばでは点 E とちょっと結んでみましょうそうするとこんな形の点線が引けました。 で点 E というのはこれは安全性を全く持っていない状態ですよね。で先ほどの DG というのは表でこちらの方に書きましたが A と B の保有比率これが変わると D から G まで移動していきました。で仮にでは点 E は証券 A を20%で証券 B を80%持っているとしましょう。そして A のところと、e、のとととこころろ E 今結んでいる点線は何を表しているかというとこの E の時の危険資産の保有比率の組み合わせこれ変えないままでつまり A が20で B が80という危険資産の組み合わせの保有比率は変えないままでえ安全資産ですね安全資産の方の保有比率を増やしていった状態つまり危険資産20%と80%という 保有比率は変えないままで少ししこっちを小さくして、それを安全資産の方に振り向けたような状態こういうふうにしていくと E から A に沿ってこの点線に沿ってこちらに近づいていくはずですつまり安全資産を増やしていけば増やしていくほどリスクは減っていくはずですよねでそれその結果リターンもちょっとだけ減ってしまいます A の方に近づいていくこのような形になりますまずこの点線イメージつかめましたでしょうか では今度は F の点点 F と点 A を結んでみましょうこんなふうになりますそうするとどうなのかというと今度は F 先ほどの E に比べると証券 A というものの保有比率が増えた状態今度はでは A が40%で B が60%これぐらいの状態だとしましょう今度はこの点線 AF というのは その保有比率は変えないままでですね安全資産の方を多くして危険資産の方を減らした状態4対6という比率は変えないですがそこを小さくしてその分安全資産の方に振り向けていった状態そうすると F から点 A の方にだんだん移動してくるとこのような形になりますそう考えていきますと先ほど有効フロンティア EG でしたよね そのうち EF の部分この部分ですねこの部分については有効フロンティアではなくなってしまったというのがお分かりいただけるでしょうか。AF の点線というのが新たに選ばれるようになりました。ということは例えば E のところ先ほど有効フロンティアでしたがこの真上のここですかねこの辺り。 これ選べるわけですよね。とするとリスクが同じでリターンが大きくなっておりますので先ほどは有効フロンティアだった EF のところが選ばれなくなった AF というふうに有効フロンティアが変わってしまったということになります。でさらにこの危険資産の組み合わせ証券 A の方の保有比率を増やして点 B のところだったとしましょう。 点 B のところを保有比率じゃあ 70%30% だとしましょうこの時 AB という直線ですねもう AB 青い線で結んでありますがここはこの70対30という危険資産の組み合わせは変えないままでそこを小さくして安全資産で振り向けた状態そうするとだんだん今度は B から A に沿って点が移動していくこのような形になりますよね。と考えていくと今度は。 BF のところもまた選ばれなくなってしまいましたね例えば F のところ F のところよりも上のところですかね今度はこの点ですかねこの点というのは F とリスクが同じでリターンが大きくなっているということは今度はまた F も選ばれなくなってしまったと考えると新しく AB のところ ここが有効フロンティアになったよ、えこういうふうに考えられますよね。まあですからまあ A、B、G という形になりますかね。えこのような形で有効フロンティアが選ばれるということになります。つまり E から B のところはもう選ばれなくなってしまった。ですから E、B の代わりに A、B が選べますよ。えこのような形で有効フロンティアが移動するということになります。 そしてさらにですね安全資産の利率で借り入れがもし可能だったとしたらどうなのかというとこれ借り入れができますので B のところの保有比率このままでさらにお金を借りてこの B の保有比率のままでその証券危険資産のポーォリオですねこれをさらに増やすことができるわけですね。つまり借金をして証券、B ここのの保有比率、まあ、証券、B、と点点ろですね B のところ例えば 70%30% でしたら 70%30% のままで借り入れをした分でそのポートフォリオをこうガーッと増やしていくことができるそうすると確かにリスクは大きくなりますがさらにリターンの方が大きくなっているこの直線に沿って伸ばしていけば新しいポートフォリオは ABC に変わるということに りますそして最終的にですねこの AC まあ ABC ですから AC というふうになるんですがこれを資本市場線と言いますよというのがテキストのところにも書いてあるかと思いますこれがここまでのまとめですねそしてカッコ2の方にも分離定理という言葉がありますでこの分離定理というのは何かと言いますと先ほど EG が有効フロンティアでしたただこの 安全資産を導入したポートフォリオを踏まえていきますと資本市場線 AC になりましたのでこの中で DG 上で選ばれているのは B だけですよね。ということはこちらに書きましたように DG 上で選ばれるのは B のみになってしまったということは危険資産の保有比率これは B の時の保有比率に決まる例えばここが 70%30% であれば ここ例えば 100%0% ですよねでそこから先ほど A の値を、まあ、A の保有比率をだんだん減らしていくとずれていくんですがここしか選ばれないということはもうこの保有比率に決まっていくわけですね。でこの保有比率に決まった上で安全資産を多く持つのであれば A の方にずれていくし逆に借金をして B の保有 B というかこのポートフォリオですね危険資産のポートフォリオを増やしていけば C の方にずれていく このような形で保有比率については決まってしまうこれを分離定位とい,うというふうに考えていただければと思います。それではこれで第12章結構長かったですけれどもこちらの内容はここまでになります。最後に丸○チェックの方を進めていきたいと思いますがこれはホワイトボードを切り替えてやっていきたいと思います。 はいそれでは第12章必須テーマ丸抜チェックこちらに入っていきたいと思いますこの第12章全部でこう8問ありますが第5問と第6問こちらの方を解説をしていきたいと思いますまずは第5問問五5からですね問5平成23年度の第21問となっておりますえ金利スワップ金利スワップでは通常金利交換だけでなく 元本の交換も行われる。えこちらはいかがでしょうか。これはバツですよね。金利スワップのスワップというのは交換という言葉、交換という意味を表します。で金利スワップですから金利のみを交換をしているということになりますので、これ元本については交換しないということになります。ですからこれはバツということになります。えそれからもう一問、え第六の方行きましょう。 平成2つの証言の投資収益率が完全に相関している場合投資収益率のリスク低減効果が最大になる。なんとなくこういう文章を見ると、まあ、意見これ正しそうだなこういうふうに感じますがこれは×ですね全く逆になります。完全な相関というのは まあ現実にはちょっと起こりづらいんですけれども、全く同じ動きをするということですね。全く同じ動きをする、完全に相関している、全く同じ動きをする二つの証券を買う持つということは、これ一つ持っているのと同じですよね。A と B が全く同じ動きをするのであれば、A だけ持っているのと変わりはないということになりますから、リスクの低減効果は全くないということになります。 よろししいでしょうかその他の問題についてもこちらの方を参照ページ書かせていただきましたのでちょっと難しかったなもう少し復習した方がいいなというところは該当ページに戻ってテキストの方と動画の方を合わせてご覧いただければと思います。それではまた次の章入っていきたいと思いますが動画の方を切り替えてて進めいいいきたいと思いますそれでは参照ページ移される方は移してください。